するしない？どうも、ひなたいこです。今回も麻雀の匠松本プロの麻雀たくさん見せていただきたいと思います。それではどうぞ。トン三曲一本歯開始です。手配を開けてください。松本さん、親です。親来ました。ドラがトン、今回の手はドラが1枚あります。ダブトンドですね。メンツが1つなんで、まあ、これ狙うことは、まあ、今回強卓1本で1本目なんで、はい、まあ、親は結構死守したいと。あ、親への意識はかなり高めですか？高いですね。やっぱ、はい、親で一発上がるのが結構大きな手を上がって、うん、連チャンするのが結構やっぱ勝因の1つではあると思うんで、うん、まあ、ゴーさんちょっと親の連チャンはみんな好きすぎるから言っちゃうけどまあ僕は親の連チャン大好きなのではい、はい、ここはそんな中でもらったこの手は、はい、一応ね、どのようにまとまるか。123の3種が、まあ、ちょっと遠くに見えるんですけど、かすんで見えますね、うん、まあ、今回数層もあって、はい、まあ、3層とか引いて関連図にするようだったら、うん、層に目リーチピンクとかにしますよってことなんで、ね、まあ、3色にはこだわらないで、うん、まあ、もう数層でカバー切ってるんで、まあ、ドラのトーンはもちろん切らない。重ねたらラッキー、うん、まあ、でもピンク手になったら全然トーン切ることもありますけどね。なるほど。まずは、まあ、いい層から。あ、ツモ番ですね。危ない危ない。はい。はい、シャアですね。うん、こうなった時も一緒になります、ま、それとも自敗1個切ります？これはね、一応ね、自敗がね、2枚だったらイソ切ろうかなと思ったんですけど、うん、何かと扱って。これ3枚だとね、シャアペイ大体いらないんで、もしかしたら3、2、5って引くかもしれないんで、一応イソを残しておきます。お、ってことは？なので、一応これね、ションパイのシャアよりドラ表に置いてあるペイの方が安全度が若干高いんで、僕は危険の方から切っちゃいます。どうせいらないんで、両方。うん、いらないものは危険な方から処理する。はい、大事ですね。そう、トンはね、非常に重ねたら嬉しい牌なんで取っときます。はい、さあ親番。さあパーソーからですね。手出しパーソースタートですか、トイメン。うん、結局ね、まだ2段目3段目4番、うん、2段目3段目以降の切り出しがないと、はい、うん、ね、判断はしにくい。どうなるかわからないですね。でもかなり普通に打つと、あの孤立牌の自牌だったり端牌から切られる中で2人2と8ですね。そうですね、うん、まあ、2と8っていうのはそこまでですよね。くっつきの方としては弱い牌なんで、うん、まあ、近に近い、すごい派手ではないですよね。でも自敗とかよりも先に切ってるところなんで、これどうします？ここはですね、まあ、この1打目でもうパーソレアンマンで、まあ、変則手かもしれないですけど、はい、まあ、ちょっと怖さが上がったんですよね。若干まだわかんないですけど、僕はそこで今度はイースを切ります。これちょっとね、初とペー切りたいところなんですけど、ペイ一応ね、ちょっと虎の子の安全牌として今リーチってきてもおかしくないこともあるんでね。まあ、じゃあかなり、松本さんって見た目ワイルドなのにかなり心は繊細なんですね。そうですね、怖いです、リーチ。やっぱ親だから連チャンしたいんですけど、やっぱローンされたくないんですよね。スタートから少しのこの変化の中で、はい、そうなんです、言いそうの選択になりました、うん、まあ全然チート室とかもあるんで、初とかペイも危ないかもしれないんですけ ですけど、そのメンツだったことの考慮すると、うん、さすがに、ね、言いそうの数杯の方が危ないので、うん、はい、さあさあ、この後のね、皆さんの面白いですよ、実際こうやって推移していくと、うん、どういう手にいったんだなっていうのを考えてると、今のところ自敗誰も打ってないですもんね。みんな自敗打ちませんね。ウーソーはつもぎり？つもぎりです。ウーソーつもぎりってかなり目立ちますか？うん、目立ちますね。もう初、あ、初もつもぎり。うん、まあこれはまあ、こっちはまだわかんないですけど、うん、ウーソーいらないってことは想像嫌いなんですかね。まあ想像嫌いな手の可能性はありますね。シャーチャーの人が想像嫌いかはわかんないですけど。はい、いやさあ今回は、まあ、まだブクブクに構えようと思ってるんで、今回はまあね、ションパイと1枚見えとはいえ、ドラ表のペイと今切られた発射危険度がだいぶ違うので、はい、今度はもう目いっぱい広げてちょっとペイ切ります。発がね、ちょっと安全の高い牌、今度は虎の子の牌がペイじゃなくて発になったと。ねえ、先ほど切られて取った牌ですが、まあ、なんか変則手っぽい人の方が意外に遅い手のことの方が多かったりしますね。あ、こういうのだと、はい、あ、ポンだ。白が出て、神茶がポンの声。役牌ですね、白。そして出てきたのは、ウーワン。ワンズ嫌いなんですかね。いや、まあこれはちょっとどうなって、はい、
手なのかはちょっと分かりにくい。一度整理しますか。はい。嘘よりも白の方が大事だった。トイメン白は手出しでしたもんね。そうですね。そして白を仕掛けた神茶手出しはウーワンでした、うん、今回自敗のトンガドラの中で、まあ、僕はまずどこに注目してます。まあ、あの僕はここにはトンがないかもなって思ってるんですよね。まずトイメンにはトンがなさそう。やっぱりトンが2枚とかあったら、あ、まあ1枚かもしれないですよ、はい、2枚あるとしたら、うん、あのパーソーウーソーとか取っといて白とか切るじゃないですか。1枚だったことは明らかなんで、はい、これで、まあ、問い落としか分かんないです。2枚以上はないってことですね。そうなんです。なんで、まあ、この瞬間トンはここ2枚はないかなって思って、あのリーチドラドラとかリズムドラドラを狙いに行くんで、まあ、ここもちょっと分かんないですよね。リアンマデラシこれってあのめちゃくちゃ早かった整ってた1000点のケースとかもあるし、はい、強卓1本1本場なんで普通に流しに行ったケースもあるんで、まあ、こことここが普通にやってて、なんか誰がトン持ってここだけトン持ってないかもなっていうイメージだけあります。早くもでも少しずつ情報が読めるわけですね。はい、まあ、これでねどう進行していこうかっていうのはちょっと考えもんですけど、うん、まあ、ちょっとねトンがどんどん切りにくくなっていきますね。そうですね。そうなので、まあ、トンを3トイツ3トイツチートイツは見ますか。チートイツはあんまり見る気ないですね。次もう一個トイツになったら2つやるんで、リャンマーはまだ切らないです。なので、まあ、ここはね何を選ぶんでしょうか。ちょっとねこの手じゃ結構トーン切るに見合わない手格好に今なってるので、僕は一回ちょっとお茶を濁し、ああ孤立のパーワン一枚盤に切られていた牌ですね、うん、ちょっと普通のメンツ手じゃスピード的にも厳しくなってきたので、うん、あのね連チャンはしたいというお言葉ありましたが、はい、次何か重なったらもう一気に統一手に行きますね。4つ目が大事なんですね、うん、チュンも手出しでしたね。ウーソーはつもぎり、うん、難しいですね。ウーソーは2枚切れですね。ウーソー2枚切れだけども、だけどこれは関係ないですか。そう関係ないです。あ、まあ、あの関係ないというか、ね、まあ、一応ね、はい、あのカウンソー入るかもしれないんで2枚切れ、安全度の高いと言っていたあの初をついに手放しました。早くもさよならする時間が来たわけですね。そうですね、マンズの下もあるんで、うん、まあ、やっぱりドラのトーンはあんま持ってなさそうに見えますね。トイメンウーピンつもぎり、まあパーソーウーソーハクチュン、パーソー照らしウーソーつもぎりハクチュン照らしキューピン照らしなんで、うんうん、まあなんかいらなそうな牌が寄ってますよね。なので、ね、ドラのトーンを2枚持ってる、2枚以上持ってる人の動きではないかなと思いますね、うん、そんな中で神ちゃんはもうすごくいい声が出ました。これはちょっと痛いですが、まあ、でもパーワンで最後の牌でしたね。ローピンつもぎり、うん、まあ、これに対してローピンを切ってる点、まあ、これシーソーつもぎり、はい、テンパってるか分かんないんですよ。テンパってるか分かんないですけど、かなり皮濃いですよね。本当ですよね、うん、かなり皮濃いのにローピンをパッて切ってきてるのは、まあ、通ってないじゃないですか、はい、これちょっと早いかも、あの来てるかもっていうのが、下茶が来てるかもってことですね。そうですね、来てるかもぐらいで思った方がいいですね、うん、むしろ意識はね持っておく。ここがトン持ってるか持ってないか分かんないわけですよ。リャンパンテ出しして初切ってウーワンポン出しっていうのって、ドラのありかが、うん、普通別に手整って普通じゃないですか。ドラのありかは分からない、うん、なのに分からないのに対して押してるってことはやる気あるんだ、こっちの方がトン持ってるかもなって、ちょっとやる気あるぜって思ってます、うん、僕は今これも切った牌、はい、で、まあ、これはねかなり安全な発ですけど、安全な発ですけど、どうします、もう一回さよならします、まあ、これはあの今回その今分かったじゃないですか、ローピンがちょっと押してるっていうの分かったんですけど、ね、下茶ですね。ただ今ここで重要なのは、やべ押してるからちょっと降りようかなって思うところなんですけど、まあ、今回ローピンも現物で E ピンも現物で、うん、で3万マンズの下もちょっと安くなってるんで、まあ、発を持つほどじゃないなっていうのが一番重要なポイント。ああ、なるほど、他にもこう受けるには対応できる牌ありますもんね。そうなんですよね。なので、まあ、今回は初切っちゃいます。これでね、この辺が全然現物じゃなかったら、僕はローピンとか E ピンとか切ることもあります。かなり受けに繊細な松本さんはそこまで考えての初切りなんですね。そうですね、めちゃくちゃ上がりたいし連チャンしたいんですけど、やっぱりこの手でちょっともうスピード感も打点も追いついてない感じがするんで、もったいなく感じますね。安全度の高い牌ですね、ペイもね、うんうん、ウーワンつもぎり、うん、これも現物なんで分かんないですね。今回はかなり内側の牌が早くも場に出ています、
これでね、一応何も通ってないんですよ、ションパイ。そうですね。でね、これまあ全然今テンパっててもおかしくないんで、少なくとも今論、この手からローンされることはすごい嫌です。自分が納得いかない形ですもんね、はい、宝珠まで行くには。なので、まあ、トンはもうこれでね、かなり切る選択肢が僕の中ではなくなりました。収納ですね。収納なので、今ローピンはつもりだったんでローピン通ってるんですよ。あ、確かにそうですね。ローピン通ってるんでローピン切りたいところなんですけど、まあ、ローピン切ってもいいんですけど、今なんちゃの方にリャンマンが通ってないんで、ここちょっと僕はもう問いつつ諦めて、いかにテンパイもしかしたらナンが通ってトンが重なってトンタンチになったりとか、カンウソ入ってトンタンチとか、いろいろな選択肢でテンパイ取りやすいために今通ってるリャンマンを切っておく、はい、なるほど。ローピンはね今2人に通るんで現状は。確かに。完全に押してますよね。ローワンつもぎり。まあ押してるというか、まあ、3万通ってるんで、はい、パンは4枚見えで、うん、ロッキューワンがないんでね。3枚見え。予想3枚見えですね。ちょっと厳しい。ペイですね。そうですね。うん、これもね、ローピン。これはね、ペイもね、相当安全な牌なんで。はい、4枚目のペイ、うん。まあ、ローピンも2枚、あの1枚見えてるんで、シャンポン系の部分としては弱いんで、ローピンが頑固になってもそんなになんで、はい、ここでもうローピン切っちゃいます。こういう手の方がしっかりこう、切る順番大事ですね。うん、後半結構ね、うん、手出しチュン。手出しチュンですね。チュンが重なれば嬉しかったってことですか？それとも、うん、先に切ってた可能性もありますけど、これちょっと分かんないですね。このチューンなんだろうね。ハク、これポンカス。ハク、これも大丈夫な牌ですね、うん。これはね、まあハク、まあ、ペイが3枚入れるハクと一緒なんで、うん、まあ一緒でもいいんですけど、うん、まあとりあえずハクって、はい。チーピンつもぎり。まあですね、どうせ行くんで、先に危険牌打って、あのチューン後回しにしてる可能性もありますよね。なるほど。もうテンパ入ってるかもしれないです。もういろいろとりあえず重要なのはこの手からもう全く打つ気はないってこと、ね、そうですね。もしかしたら難が通るかもしれないんで。確かに、うん、来た。さあここでリーチの声難が出てきましたね。そして通りました。やっぱここは早かった、早いというか来てましたよね。そうですね。あ、なるほど。トイメンもここでリーチ、なんと2件リーチになりました。なるほどね。あちらもこちらも賑やかな捨て牌でしたけれども、うん、一番派手が、はい、ペイチャの方がね、追いつかれるという。本当ですね。まあこれでね、なんとったわけですよ。まあ安全牌にはこうなった時に、まあ、こと書かないようにしていたわけで、ね、まあ僕が今、はい、まあトイメンのシャーチャの方はちょっと分かんなかったですけど、まあちょっと変則手というよりはもうちょっと早そうだなって感じをしてたんで、うん、まあ、一番今怖かったのはここだったんですけど、まあ、どっちにしろこの手じゃスピードも立ち向かえないし、打点もかなり見合ってない、うん、トンがここ持ってるかもしれないし、ちょっとね、あの確実な4番手ですね。そうなんです、はい、なので、まあ、こうしとくことが、うん、リーチは持ちる本ない、どうしよう、トンしかないみたいな、トン1枚浮いてるけどあと安牌ないってなっちゃうのが一番最悪。いやでもちゃんとその前から冬の準備してたじゃないですか。そう、冬もあの越冬するために老後の準備を、はい、蓄えてたんですよ、ね、年金をここに。聞きましたね、それが。そう、聞きます。これもやっぱ降りるにも考えるときも、あ、なんで降りるのかとか明確な情報は分かんないですけど、この派手な捨て牌テンパってるかもしれない牌に対して押してることも重要だったりとか。いや素晴らしい、うん、で危険な牌打ってるのに1枚入れのチューン持ってたってことは、まあ、相当形整ってるんじゃないかとか、そういうことを考えてると、ね、うん、まあ受けに便利ですね。受けやすいし、宝珠ないですもんね、うん、この形から。あとはもうここ打ち合ってくださいっていう今のは表現ですね。そうなんです。だって積もられたら親かぶりですもんね、うん。まあ、ここも何積もりだったんで、はい、全然テンパってる可能性ありますね。こっち1、これちょっとね受けたっぽい感じしますね。今ね通った G1 が手出しでした、うん。まあ、ここでねドラマとも持ってなかったら2枚以上持ってたらそう簡単に引くような手じゃないですね、はい、なんで僕ドラのトーン1枚ってことは、まあ、こっちの2人どっちかなみたいな、でちょっと押してたからこっちかな、トーン集めちゃったかな、集めちゃった可能性ありますね。2枚だったり、そう、まあここはね結構後重なりありますもんね。ありますね。だってもともとあっても1枚じゃないかって読みでしたもんね、うんうん。
まあ、1枚じゃないかなと思って、で9ピンこうやってね統一落としみたいな感じに見えますけど、これはね一応ローピン通った後なんで安全に残して、別にこれパーピンを持ってた可能性があるわけじゃないですけど、まあ、パーピンが統一だったり9ピンが統一だったりとかありますもんね。ありますね。まあ、ここはでも結局打たないで分かんないんで気にしないです。じゃあどう降りていきますか。はい、これでね、なんさっき何キロと思ったのにチュンキちゃった。はい。まあ全員通ってるんであんまり、うん、さあ決着はつくのか。もう僕はね発生はありません。安全ですね、もう俺安全。あ、もうね G1 これあとポンもしてなかったんで、はい、もう完全に服従体制取ってるんで、じゃあもうリーチの2人を見ていくわけですね。はい、まあ、もう両ピンも通ってますし、もうここはね結構もう除外しますここ。おなので、まあ、ここはね、まあ、こんな手じゃもう絶対無理だろうと。これテンパイも無理ですもんね。そうですね、一応でもね完全にベタ折りをしないです。リアンピン、まあ、切るんですけど、はい、これは完全なベタ折りじゃないんですね。これはねちょっとあの仕掛けとかあるんですか。いや、もしかしたらトンが通るかも。おこれこれなんと、そうこれ通って、まあ、今ペアアンパイなんで、ロンの声がありませんでした。こうなった時に今3ピンとか仕掛けられるかもしれないんですよね。ああなるほど。ただねアンパイがね持つかちょっと分かんないんで。じゃあ持ってないってことですね。騙されましたね。あっちもこっちも作詞ですね。うん、持ってなかった。まだ、まあ、トン持ってなくても普通にメンタンピンとか普通にいい手だったかもしれないですね。でトンを誰も持ってなかったと。これまあとりあえずトン切るのは間違いないですけど、ペイですね。あペ、トン切る、ペイ切るのは間違いないんですけど、まあ、次に出たトンをポンするかがちょっと難しい。まあドラがそしたら全部自分で目からドラが全部見えることになるんですけど、でもね。もしかしたらメンピン2とかね、あっちはあと一歩でゴール、こっちはまだ何歩ですか。そう、3歩必要ですね。まあ、とりあえずペイ切りますね。はい、わかりました。でもちょっと今ね、トンが出たらどうするかだけ考えながらということですね。うん、とりあえずトン合わせてないんで、はい、あのこの今トン持ってないんですよ、絶対、うんうんうん、僕にトン重ねる前にトン打ちたいわけじゃないですか、リーチ。そうですよね。だからトンまだ山にいるなって思ってますね、トンが取ってるんで。あとおつもが3回ですか、松本さん。まあもうこれでちょっと厳しいですね。ああもういいですかね、うん、1人の現物なので、まあ今通った B ピン、はい、合わせます。なかなか決着がつきませんね。先輩の点嫌ですね。でもこれ流れたら次教卓と本場が、そうなんです、溢れますね。よいしょ、それでまあ、リアンピン、これももしかしたらまあリアンピンこれで当たる可能性もなくはないんですけど、はい、まあ、ほとんどないですけど、まあこれドラの目が3枚見えてここに打っても1000点だなって感じなんで、あなるほど、うん、取ってるリアンピン切ります。打点の読みも含めてリアンピンを選んだ、うん、今トンポンしますね。これはおー、パーピンはアンカン、まあ、あれでしたね、9ピンありましたね。本当にパーピンの盾が上で持ってたってこと。本当だ、シンドラは3層です。これもうね、泣けるような牌でも背景の牌をずらすってことですか。でも次もね、結局背景なんで、まあこれ今回は僕が親なんで、この積まられて親かぶりする回数を増やしたくないんで、抽選受ける回数をとかいうか、なんで今回しないですけど、うん、まあ泣いてる子供でむしろ横移動してほしいみたいな局面があるわけですよ。そうですよね、5万点トップ目とかで、まあ、下がちょっと競っててみたいな、もう転売の手も払いたくない時にやることありますけど、今回はね、うん、親のケースは ね、しない方がいいですね。はい、うん、これ最後の、はい、切り番ですね。今通った、はい、ドッピン切ります。そしてこれが背景です。なんと決着はつきませんでした。し、松本さんは脳天2人転売でした。町はつもり3万個 E1 と小層のシャンポン、そして E 数層ですか、トイメン。なるほど、今回も、うん、このトンにちょっと翻弄されながらも手形ち苦しい判断が見事にはまって、ちゃんと最後まで ね対応できました。見事です。この白チュン、ペイチュンなんて持ってなかったら多分結構手詰まってたんじゃないかな。多分は切る牌今トンぐらいしかないですよね、多分。次はそうですね、うん、多分取ってる牌ないんで、多分、うん、なんで、まあ、トンは別に切ってもいいんですけど、結局切る牌候補じゃなかったわけじゃないですか。たまたま通って、たまたま取り詰まった、だからちょっと危なかったですね。はい、
さあ、ご視聴いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。